はい、今日はですね、スルナイトさんの商品の中で充電器を紹介したいんですけども、無償提供をいただいています。はい、まあ、そういう意味では非常にこう力をいただいている側なんですけども、はい、で僕最初はね、あんまりその正直ごめんなさい、無償提供をいただくメーカーさんって声がいろいろかかるんであんま期待しなかったんですけども、スルーナイトのライトはいいです。はい、これはいいものだ。はい、なんですけども充電器をですね、今回提供を受けてます。で、充電器詳しい人いっぱいいると思うんですけど、僕はねあんまり詳しくはない、まあつっても普通の人よりは詳しいのかなと思うんですけど、これがスルーナイトさんの充電器ですね、スルーナイト MCC4S っていうものなんですけども、はい、これ、このですね、18650の電池をですね4本充電できます。4本で、これまあこうしてこう入りますけども、でちなみにこれここに入るサイズのものだったらこれじゃなくても充電できるんですね。はい、で面白いのが、まあ、これ本当にですねこう普通にこうコンセントですけど、で、これが、まあ、いや、シガーソケットで、充電できる端子があります。はい、これ、なんだこんなの当然かと思う方多いかもしれないんですけど、18650のバッテリーを4本入れるような充電器でシガソケで充電できるものっていうのはバイク向きじゃねえかなって思うんです。あんまないんですよ。で、あと面白いのがですね、これ充電するといろいろこうディスプレイに出るんです。充電中だよみたいなのがピョッピョって出るのはですね、僕も他に持ってるんですけども、これじゃあちょっと挿してみましょうか。ちょっと来てください、こっち。ここにですね、はい、入れて、まあ、ディスプレイ出ますね。で、この充電器をこう入れてやると面白いんですけど、見えますか。で、これ電圧です。充電電圧が出てて、充電時間が出てて、で、ボルトだから充電電圧、これ充電電流ですね。はい、で押してやると500と1000、 500mAと1000mAで切り替えることができます。これも素敵で、充電時間とその、まあ、もちろん、過充電防止機能ついてますけども、これ電圧はまあ一定、なんですね。で低電圧充電法というもので充電をされているんじゃないかなというふうに思います。これをまあ入れておくとですね、これ何がいいかっていうと、充電池ってダメになってくるんですよ、だんだん使ってると。あとこの18650のバッテリーってね、安いのも高いのもあるんです。で、安いのの中にはですね、かなりの確率で不良品混じってるんですよ。で、そうしたものを、まあ、見抜くことができると、不良品はバッテリー電圧が上がってきません。はい、でここに書いてありますね、 3400mAh は 3.6V ということで書いてありますけども、 3.6V に上がってこないバッテリーというのが、まあ、存在するわけですよ。でそういうのをこう充電しながら全然充電しても上がってこないな、上がってきてもちょっと使ったらあまたこう少なくなってると、ゲージで全然溜まってないな、フル充電しているはずなのに、ちょっと使ったらすぐこう半分になっちゃう、その半分になっちゃうというのをここに見れたら、あこのバッテリーは不良品なのかな、もしくはこのバッテリーはもう使っちゃってて、もうだいぶ使ってるからもうこれダメなのかなっていうのがの判断材料になると思うんですね。で、そういうことが分かる、まあ、でもそういうのが分かる充電池って結構世の中にあるはあると思うんですけども、電流電圧、今現在の充電電流の設定と充電時間が全部こう出るっていうのはあんま知らないんだよな。で、金額的にもそんなに高くないと思う。で何よりもシガソケ付きなのがいい。だいたい18650のバッテリーはの充電器はシガソケ付いてるのないんだ。本当だ。だから僕ね、まあ、もしかしたらあるのかもしれない、僕は知らないのかもしれない、だけどもこれは非常にこう嬉しい内容なんですよ。
で、まあ、ついでなんですけども、こっち、これはね、これもスルーナイトの充電器なんですけど、バッテリー付きなんですね。それで、売ってます。で、こういうちっちゃいものなんですけども、これはね、もう USB で、充電したりですね、あと放電機能もあります。はい。放電機能どういうことかっていうと、これでこう光るんで、はい、ほっとけば放電されていきます。はい。で、まあ、これをつないでやると、まあ、こっちだな、充電、こっちは USB 端子につないでると充電できて、逆にここの USB をこう挿してやってですね、これをつないでやるとこっから充電させることができます。はい。で、この18650 の、容量っていうのは結構でかいんですね。 3400mAh ってすごい高容量なんですよ。だから、まあ、サイズも小さいしというのもあるんですけども、キャンプとかでですね、あれ充電切れちゃったよっていう時に、まあ、この電池いくつか持ってたとしたらですね、まあ、これで、充電ができるのかなという部分が あります。はい。ただ、プロダクト的なイメージで言うとですね、僕はこっちの方が全然好きですね。嬉しいと思う。はい。まあ、長期で外行かないとか、ちっちゃくても十分だよっていう人はですね、これと、まあ、電源があればいいと思うんですけども。で、まあ、ここで言うのもなんですけども、まあ、僕がこう、大好きな製品はですね、あれなんですよ。TC12 っていうんですけども、そっちは、充電する端子がついてるライトなんですね。まあ、それがね、1本あるといいんじゃないかなと思うんですけども、その充電機能のついてないやつですね、に対してこれは使ってください。はい。ちょっと持ってきましょうか。僕がね、最初はね、こういう、無償提供を受けてるものについてこう言うとですね、もっと欲しいだけだろうとか、ね、ステマじゃねえかとか、なんかいろいろ言われるんですけども、いや確かにね、もらってるけど、いいものがいいんだよ。じゃあダメなのかな。ここから先余談ですからね。余談ですよ。余談全然余談。はい。そう、充電する方法がない電池だと電気ではダメですけど、これはね、ここから充電できるんですね。ここからね、よくは充電してやると、普通にですね、こう半、これめっちゃ明るくない？これこのサイズでこの明るさってすごいですよね。で、点滅したりとかね、すごいと思うよ。これね、この TC12 がね、まあ、充電器の話だったけど、これで僕のおすすめ動画になっちゃった。で、これは非常にこう、前もやりましたけどね、めっちゃ強力、めっちゃ強力、超強力だけど充電ができないんですよ。だこれがね、バッテリー4本使うんだ。で、一般的に18650は1本しか充電できない充電器が多いんだけど、この S4 があれば、この4本の18650一気に充電できるっていうですね、という便利なアイテムだぞ。僕は光るものが大好きなんだ。光るものを見ると寄ってっちゃうんだ。うん。だから僕はね、結構本気で気に入ってるんで、だんだん欲しくなってきたんじゃないですか。最初はね、なんだよこいつとか言ってた人も、ちょっといいかも、ちょっと欲しいかもって思い始めたんじゃないかな。で、これと他に T10GT っていうチタンのやつがあるんですけど、それすいません、家で今使ってるんで持ってきてないんですけども、チタンいいんですよ。皮脂がついても臭くなんないからね、いいんですよ。あれ防水だしね。だんだん欲しくなってきたんじゃないかな、本当に。いや、これいいです、マジで。普段から使ってます。はい。ね、という感じで。で、スルナイトさんの品物の意図が提供を受けてから僕ずっと日常的に使ってますが、一回も壊れてないというところですね。で、まあ、壊れたとしても製品保証がかなり長いんで、あそこはきちんと保証があるので安心して使えるんじゃないかなというふうに思います。はい。そんなわけでですね、スルナイトさんの充電器のご紹介をさせていただきました。はい。皆さんのロングツーリングのお役に立つんじゃないかなというふうに思います。はい。1個あると便利だと思いますよ。
どうぞよろしくお願いします。みんなのねバイクライフのお役に立てれば幸いですというスタンスであります。はい、あの気に入ったらもしよかったら、はい、という感じです。どうもありがとうございました。